はい、もへじです。小江沢林道にやってきました。これから小江沢の林道の調査を少ししてみたいと思います。台風19号の影響でどんなダメージが出てるか、それを見てみたいなと思います。なので、小江沢林道へは歩いて進入します。それから1番口、2番口の登山口もどうなってるか、しっかりと確認したいと思います。多分もう通行できるんじゃないかと私は思うんですけどね。どんなもんでしょうか。現在時間はですね、1時15分過ぎです。意外と多幸山登山が簡単すぎましたので、ちょっと物足りない感じもしています。はい、ここが小江沢林道です。この先崩落のため、影信山北高尾山稜へは行けませんと書いてありますね。あ、そうなんだ。とりあえず調べてみたいと思います。あんな建物がというよりプレハブが建ってますね。いつの間に建ったんでしょうかね。小江沢林道が使えないと北高尾山稜の楽しみはほとんどなくなってしまいますもんね。そうすると小江沢林道が使えないとなると北高尾山稜は、高徳関からずっと上がっていって道所山まで行くとなると長い距離になりますもんね。ちょっと普通では、陣馬山から高尾山行くよりも長いかな。そんな距離歩くのはちょっとした登山じゃなくて、大変ですよね。なので途中でスケープできる矢倉沢とか狐塚峠が利用できないとつまらないですね。それと、狐塚峠の入り口あたりのところから反対側の登っていって影信山へ通る道も空いてないとなると楽しみは少なくなりますね。今年は、私はどちらかというと北高尾山稜を自分の、なんていうんですか、ワークスペースみたいな感じにして登っていますので、さあ、小江沢林道そのものはこの辺は何ともないみたいですね。普通に歩けますし崩落した様子もありません。なのでこの辺は大丈夫なような感じですね。もっとも相当水が出ても谷がこんなに深いですからね。沢がこんな下の方ですからね。なので少々の水では小江沢はそんなに暴れることはないと思います。お、誰か人が歩いてきましたね。よしよし、こんにちは。影信山なんか行けました？いや、多分だ。あれは、テープ貼ってありますね。はい、どこまで行きました？その入り口のどこまで行ってました？狐塚峠なんかは上がりました？上がってないです。あそこ行っただけ。どうなのか様子を見に。じゃあ気をつけてお帰りください。失礼します。そうか、やっぱり影の山へは登れないか。狐塚峠も利用できないということであれば、そうなんだね。矢倉沢が利用できればかなり、また使い勝手は良くなるんだけど、どうかな。矢倉沢と、そうすれば高徳関から降りて入ってきて、富士見台から矢倉沢を降りて
下山することができるんですね。そうするとまあ、ちょっとした4時間以内のコースということができるわけですね。そうすればちょっと行ってみようかななんて感じで登山に出かけることができるんですけど、まあ今回はその調査ですから、富士見台までは登りませんけれど、時間があったら登っておいてもいいかな。はい、こんな感じです。これは小江沢林道です。一番口が見えてきました。ちょっと入ってみますね。どんな感じか。はい、ここが一番口になります。もう看板も倒れちゃって悲惨なもんですね。さあ、ここを登ってる人はいるんでしょうかね。ちょっと様子を見てみたいと思います。はい、じゃあ入ってみます。ここが入れれば2番口へもここから行けるので、登山として、ショートカットで登れるコースが多くなります。踏み跡を見ると入ってる人はいそうですね。はい、ここで左右に分かれますけど、どちら行っても構いませんのでね、同じところへ出ますので、岩場の方を通っていきます。よいしょ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 。はい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 、とよいしょよいしょ、こらしょどっこしょ。はい、さっきの道は迂回してここへ出てくる道だったわけですね。はい、そしてこちらです。浦沢への登り口になります。よいしょ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 、よいしょよいしょ。ここにはですね、トイレがあります。おがくずのトイレです。大体休憩所もありますね。東屋ですね。右じゃなくて左側がそうですよ。東屋です。はい、右側は造林所の作業に使う何かが入っているみたいですね。はい、この間を通っていきます。はい、こちらが、東屋ですね。この間を通っていきます。はい、そしてこの道が、2番口へ続きます。あ、どうやら2番口も行けますので、高戸家、南尾根も登れそうですね。で、こちらが、東屋じゃない、ごめんなさい。矢倉沢になります。はい。藪小路の赤い実が綺麗ですね。はい、藪小路の赤い実ですよ。はい、これが矢倉沢です。19号台風で、なんと、こんなに荒れてますね。もう水はないですけどね。一応ボロですけど、ここには、木の橋がかかっていたんですけど、川幅が広くなってますね。台風で荒れたんですね。ちょっとだけ入ってみます。よっよいしょよいしょ。ほらほらだだだだ、苦労しますね。片手は危ないですね。片手が危ないというよりも、この木の根っこが足を引っ張ったんですね。ほら、見えますかね。こんなことがあるので、山は注意しなければいけません。はい、よいしょ。おっかなびっくり歩いてるから余計ダメですね。はい、これが矢倉沢になります。ここを登っていけば、
富士見台へ行きますけど、行けるところまで行ってみましょうかね。試しですからね。はい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 。矢倉沢登山口になります。なるほど。なるほど。そして、少し沢道から離れて、こちらを歩いていきます。右側ですね。よいしょ。よいしょ。沢の左岸になります。右岸、左岸はですね、下流方向を見て、右手が右岸、左手が左岸になります。そんな感じになっております。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。もう入山してる人はいるみたいですね、台風の後に。皆さんチャレンジャーですからね。よいしょ、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 よいしょ。ああ、なるほどね。ガタガタですね。ガタガタですね。はい。よいしょ。よいしょ。ああ。よいしょ。うわ、崩れてる、崩れてる。よいしょ。よいしょ。ここからまた沢に降りることになります。一応、動画はここで一回ストップします。